どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はドライバーショット、どうしても力んでしまってうまく打てないんですけど、こういう方がですね、結構多いんですが、果たして本当に力んでいるのかどうか、それが程よい力加減になっている場合が結構ありますので、力んでいる、力んでいない、それを判断するポイントがありますので、これを皆さんにご紹介して、力んでいないスイングになっていくように、 えー、力んでいない人はそのままで大丈夫ですので、えー、ぜひ最後まで見ていただいて判断してみてください。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん、本当に感謝してます。大好きです。そして動画見てくれてる皆さん、 力みはない方がいいんですが、果たして本当に力んでいるのでしょうかでは早速いきたいと思います、えー。力みというのは、じゃあどこが力んでいるのかということになるわけですが、えー、概してですね、まあ手だったり肩だったり、まあ腕の部分だったりするんですね。えー、じゃあこの力みが出ている場合はどういう形になっているのかというと、これは フィニッシュが最後までいけないということです。フィニッシュ、まあ、いわゆるフルスイングですね。フルスイングとして最後までいかない場合は、力んでることが多いというか、まあ、力んでると言えます。ですからこの状態から、こういうふうに途中で止まってしまうと、これは力んでいるということになります。例えば、力が入ってるようであっても、こういうふうに最後まで振り抜けば、 これは力んでるとは、ほぼほぼ言えないということです。単純に力強いスイングになっていくということです。じゃあ、なんだか力が入ってて、うまくいってないんですけど、こういうようなこともあると思うんですが、それは力みが原因ではなく、そのクラブを握った時のフェースの向きであり、さらにはセットアップ構えた時の形であり、そういうところがしっかり整ってない。 そういうケースが多いんですね。ですから、グリップを正しく握り、そして構えもスクエアに構えてですね、その状態から力強く打っていけば、それはナイスショットというか、まっすぐ狙ったところに打ち抜くような、そういうスイングになっていくわけですね。それは力んでるわけではなくて、非常に力強くですね、その勢いがあるような、そういうスイングをしているということに、 なるわけですから、え、それを力みとは言わない。え、力んでいるか、力んでいないか、それはフルスイングしたときに最後までいけているかどうか、え、いけなければ、それは力んでいることになります。 じゃあ、その、途中まで、え、で、止まってしまう。要するに最後まで振り抜けてなくて、じゃあ本当に力んでいるよ、という人はですね、どうすればいいのか、ということですが、まあ、ですから最後まで言ってる人はもう力んでないんですよ。え、そのままで、基本的には大丈夫ということです。え、じゃあ、その力んでしまって、え、最後まで振り抜けないという方は、え、どうすればいいかというと、このクラブヘッドをですね、やはり放り投げるようなイメージが、 大事なんですね、えー。というのは、ここで一気に加速して、もうマックスのスピードになるわけですが、えー、このボールを捉えた直後からですね、もうスピードというのは落ちてます。えー、なので、えー、一気にここで解放して、えー、大きく円を描いて上から収まる。こういう感覚を持っていくといいんですね。えー、なので、えー、振り抜いて伸びやかに放り投げて最後に収まっていく。えー、こういう感覚です、えー。投げ出して収まる。 投げ出して、 収まるこんなようなイメージを持って振っていくと最後まで振り抜けると思います。自分の力でグイッと後ろまで行こうとするとなかなかそこまで行かずにガチッと止まってしまいますので全部をですね、ポーンと外側に解放してあげる。こういう感覚が非常に大事です。ですから動きとしては右の肘、このチャンネルではですね、肘のこの解放だったり腕の回転だったり、これはもう本当に大事だよということをお伝えしていると思います。その動きをしっかりとってあげて 最後のフィニッシュに収まる。投げ出して収まる。そういう感覚を持っていくと、それいわゆる力みというのは減っていきます。力強いスイングをしながらもしっかりと伸びやかに振り抜いて最後に収まっていく。こういう形を作ってあげれば、いわゆるそれは力んでいるとは言えない。スイングとしてはスムーズにかつ力強い、そんな動きになっていくと思いますので。 ぜひ皆さん、そのスイングを目指してやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。